沖縄を作った奄美塩っていう神様が開いた7つの沖縄以外の地域でいう神社、御嶽の一つ、今帰仁の津波の御嶽に来てます。ちゃんと道ができてます。車を止めて歩いてますが、この山道はそんなにきつくないです。一歩また一歩進むたびにどんどん自分の意識が上がっていきます。この動画を見ている人たちも同じように自分自身の意識が高くなっていくのを感じてください。鳥の声と光と緑とこの豊かさをいかに感じられるかです。あ、見て、左のところものすごく光が強い。葉っぱの精霊たちも両脇にわんさか集まってきています。その精霊たちが言うには、昔はこうしてたくさんの人が行列を作ってお祈りに来てたと、感謝を伝えに来てたと。でもいつしか人は自分たちの力だけで生きているんだというふうに思うようになってしまって、感謝をしなくなった。感謝をしなくなったからおかげさまの精神がなくなって、そしてそれは実は自分自身を生きて生きづらくさせることになったわけですね。おかげさまの精神があればいつだって私たちは守られている、そして困ったことがあれば導かれていると思うんです。あ、到達しましたね。爽やかな風が吹いています。ものすごく大きな光、白い光が当たってます。神様のエネルギーをみんな感じてください。手を合わせて目を閉じて頭を閉じて心を閉じて、ただただこのエネルギーを感じてみてください。生きていることを感じます。ここは沖縄の7つの御嶽、沖縄を代表する御嶽の一つです。雨宮麗華がご案内しています。みんなと一緒にこのエネルギーを感じたい。この美しい星地球に生まれ落ちたほんのわずかな期間だけ同じ時代を生きる私たちです。争うのではなく、比べるのでもなく、手と手を取り合って楽しんで面白がって生きていきましょう。ではゆっくり目を開けてきます。手をほどいて、鳥たちが歓迎してくれています。ではここからのメッセージを下ろします。どんな時もありのままの自分でいなさい。ありのままの自分は理想の自分と真逆の自分です。
理想の自分を追いかけるのではなく、ありのままの自分を見つめて、すべての自分を受け入れていきましょう。きっとありのままの自分はかっこ悪くて寂しがり屋で不器用で、うまくいかないこともたくさんあって、でもそれが生きるということです。寂しい時に感じるぬくもり、困った時に感じる喜び、さまざまな心模様が人生をより豊かにしてくれます。ではパワーを送ります。オンマイタレイヤソワカ、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 オンマイタレイヤソワカ。今日も皆さんにいいことがありますように、幸せがたくさん降り注ぎますように。沖縄の聖地から天宮麗華でした。